極上の天然ミナミマグロを堪能。肉の名店、魚の名店。まずは静岡市葵区人宿町にあるマグロのミナミ。清水港、焼津港ミナミの姉妹店として去年8月おしゃれタウン人宿町にオープンした海鮮料理店です。地元のですね、焼津港で水揚げされた南マグロを中心にですね、マグロを扱っております。お昼はですね、マグロ丼専門店なんですけれども、夜はですね、マグロの料理を中心として、あとお酒もね、楽しめるような居酒屋の業態で営業しております。ランチの一押しは特選天然南マグロ丼。天然の、南マグロだけを、使用したお丼です。大トロ、中トロ、赤身、すべて、お楽しみいただけます。まず味わいたいのが南マグロの大トロ。やはり旨味というのは、その脂のうまさといいますか、甘みといいますかね、はい、こちらは南マグロの赤身です。味がね、やっぱり非常に濃くてですね、旨味の、詰まった赤身です。はい、中トロっていうのは、その要は赤身と、トロの、ちょうど中間のところ中トロって言いますね。ですので、程よい脂、赤身の旨味っていうのを味わえると思います。シャリに関してもですね、そのマグロの味の濃さに合わせて味付けをしておりますので、ぜひ、一緒に楽しんでいただきたいと思います。ここからは夜のメニューをご紹介。おすすめは特製マグロ三昧盛り合わせ。南マグロやメバチマグロ、ビンチョウマグロが味わえます。大鉢の中トロも良質です。大ぶりのカマの煮付けは食べ応え満点。醤油やみりんを使ったシンプルな味付けでお酒が進みそうな一品です。こちらは希少な部位を使った炙り刺し。マグロ一匹、バラすときに出てくる、要は脳天の部分ですね、それだけをこう切り出しまして、ちょっとね、筋も強いものですから、若干こう炙ることによって筋をね、柔らかくして、はい、提供しております。油強いですね、油が、天然なのでやっぱり油がうまみありますね。とても柔らかく、口に入れるとすぐとろけてしまいます。続いても希少な南マグロの心臓。刺身としてごま油や塩につけていただきます。食べた感じはレバーのような味わいです。運営会社がですね、焼津のマグロの卸の会社ですので、地元で水揚げされるものをね、こだわって使っていこうと。南マグロをとことん味わえるマグロの南です。ボリューム満点のハンバーグ。肉の名店、魚の名店、浜松市浜松城公園の隣にあるミート&バータブ。オープンから4年、肉メニューが人気のお店です。タブっていうお店の名前の由来にもなるんですけど、テイクアブレイクっていう、その休憩するとか今一服するとか、そういう感じで気軽に立ち寄っていただけたらなっていうお店の名前です。もともとこれ自宅の一部なんですけど、この木をメインとして、公園が目の前なので緑もあって、木も見えてナチュラルな感じでという感じのお店になってます。まずは鶏もも肉を豪快に焼き上げるメニュー。サラダやスープがついたチキンステーキのランチプレート。日替わりのお肉のうちの一つなんですけど、チキンステーキで国産のもも肉を 250g 台ぐらいですかね、フライパンで焼いて、ソースはハニーマスタードになります。今日は切ってみると中はとってもジューシー。粒マスタードと蜂蜜をベースにして食べやすいような形の味になってます。こちらはご飯が見えないくらい盛られたローストビーフ丼。ローストビーフはオーストラリア産の、もも肉ですね。脂身の少ないオーブンで低温調理でジューシーに焼き上げて、ご飯が隠れるぐらいしっかりとお肉が乗ってます。卵黄を崩して絡めながらいただきます。赤ワインを使ったソースがローストビーフと相性抜群です。
そして熱々のスキレットで出てくるのはハンバーグ。国産の合いびきを使ってまして、豚肉の方は並びきと粗びきと両方入って、お肉の感じをしっかり感じられるように。ポイントはお湯を張って蒸し焼きにすること。ふっくら仕上がるんです。切ってみると肉汁が溢れてきますよ。中に野菜で玉ねぎと、あと歯ごたえを感じられるようにレンコンが入ってます。甘めのオニオンソースがハンバーグの旨味をより引き出します。続いては肉系のパスタメニュー。梅田ファームさんのベーコンを、燻製ベーコンですねを使ってまして、玉ねぎとニンニクを効かせたトマトソースのパスタになります。ベーコンたっぷりのアマトリチャーナです。結構スモークが効いてて、脂身から結構味が出るので、ベーコンの香りも感じられると思います。酸味を飛ばした甘めのトマトソースが香ばしいベーコンとよく合います。僕が食べるの好きなんで、そのちゃんと満足していただけるようにっていうのと、あまり緊張せずにこう、休憩しに来るっていうお店のコンセプトなんで、気軽に使っていただけたらなっていうのは思ってます。肉に満足できるおしゃれ空間、ミート&バータブです。